welcome back to Let's Play Telluriza. My name is Karsten. Picking up exactly where we left off last time. Hopefully I won't regret not saving in between, but I didn't want to risk triggering a cutscene or something by leaving the area. I'm going to probably trigger one as soon as I go through here.全ての仕上げだ。門の封印作業に入るぞ。具体的にはどうするの？門の周囲に一定数とあるものを配置し直す。繊細な調整が必要な、平たく言えば面倒な作業だ。本来はこの建物自体がその役割を持っていたはずだが、見ての通り、 湖の浸食で崩れてしまっている。それで人知れず門が動き出してしまっていたんですね。ところで、そのとあるものって何？私たちにも分かるのかな？そこら辺に転がったり沈んだりしてるだろう。え？ それってまさか。ああ、かのクリント王国が作り出した力を秘めた特別製の石材だ。さあ、お前たちにも手伝ってもらうぞ。石材を運ぶんだ。ええー、僕もう力仕事はしたくないよ。 よし、これでこの門は完全に静的な状態となった。封印完了だ。こんな石材を配置しただけでいいの？石材が動いたらまた門が開くんじゃ。崩壊で即門が開いたのは、クリント王国の連中がすぐ再稼働できる状態で保存していたからだ。そういうこと。 完全に停止させてしまえば、より複雑な工程を踏まない限りまず開くことはない。ボス、今更だけどいいのか？そのキロさんのこと、封印なんかしたらもう。彼女はこれからも聖地で他のオーレン族が帰ってくるのを待つと言っていた。 何百年でもな。森と聖地の本当の名も教えてくれた。いつかきっと異界へ行く方法を見つけて尋ねるさ。そうか。みんな、お疲れ様。これで本当に終わったね。 Yep, can't go there anymore. Oh, どこに行く? So back here. ところで、これから村は水をブルネン家に頼る必要がなくなるはずだが、どうなるんだ？どうって、大して変わらないんじゃないかな。モリツさんが前ほど強引に話を通せなくなるくらいで。しょげるのも最初だけで、どうせすぐ水以外の方法で盛り返すだろうさ。商売人としてはやり手だしな。 私たちの命をかけた大冒険って、その程度の結果しか出ないものだったんだね。それが、なんてことないものを守ったってことなんじゃないのか？
かもしれないけどさ、せめてお母さんに怒られなくなる程度の報酬はあっていいんじゃないかな。ねえライザ、少し前お父さんが中央に出してた販路の申請が通ったって知らせが来たんだ。ふん、それが？お父さんのこの島での仕事が終わったから、私、もうすぐ次の土地に行くの。え？クラウディアに先を越されたか。実は俺も武者修行の旅に出ようかと思ってんだ。私たちもそろそろな。ああ、次の遺跡探索に立つ頃合いだ。僕もボースから一緒にオートに留学しないかって誘われてて受けようかと思ってる。みんながここから？ライザ、ごめんね、言い出す機会がなかなか見つけられなくて。謝ることでもないだろう。クラウディアの場合、自分の意思で決められることでもないだろうしな。私たちの方は門の封印も終わったし、どうせそのうちふらりと出ていくつもりだった。俺も今がそのタイミングな気がしてよ。タオはともかく、ボスの方はよくわかんねえけど。クリント王国の研究をするつもりなんだってさ。僕らは準備もあるし、もうしばらくいるけどね。そっか、お別れパーティーしないとね。ライザ、私たちじゃ豪勢にとはいかないかな。そうだ、あちこち意見を聞きに行ってみよう。We're gonna get a cutscene in just a sec when we come back in here, so...Go around and start talking to everyone, I guess. Got your hands on yet another reactor. One now, I think. Well then, let's install it. There's room for one more. There we go. The forge should now be operating in its full functionality. You can test it out.So we need to go around town, basically. Okay. ライザ、友達とのお別れ会に行くのかい？うん。あ、今から農作業の手伝いとかはやめてよ。いや、そうじゃなくて、うん。何、お父さん、変な顔でうなっちゃったりして。泣いちゃダメだよって励まそうとしてるんだよ。お前が何でもないふりしてるからさ。
そんなことあるわけないでしょ。やだな、もう。強がったって私たちには隠せないよ。お前の親なんだから。うん、泣かないよ、大丈夫。ありがとう、お父さん、お母さん。楽しんでおいで。どこにも行かない私たちが帰りを待っているから。お別れ会が無礼講だからって錬金術師さんにご迷惑かけるんじゃないよ。もう分かってるってば。Do anything at the check. お客人だけでなく悪ガキどもまでほとんどいなくなるか。お前も寂しくなるな、ライザ。別に私は寂しくなんか。結構あるかもね。でも お待たせ。この手の手続きってなんであんなにややこしいんだろう。たかが試験の申し込み程度でさ。タオが王都へ、しかもボースと一緒に留学とはな。半年前の私が聞いたら笑い飛ばしていただろう。行くって決めただけでまだ行けるとは決まってないけどね。特別待遇が受けられるよ。試験を頑張るよ。クリント王国の文字をスラスラ読めるんだし、もう合格は決まりよ。前祝いにパーッと行きましょう。Down here.君には娘が本当に世話になった。もちろん私もだ。こちらこそ、錬金術師として村に認めてもらえる助力をしてもらってありがとうございました。できれば旅の空の元にある娘とはずっと友達でいてあげてくれ。もちろんです。私たちは一度待たせている妻のところに帰るつもりだ。あの子のフルートを聴かせるために。はい、クラウディアはきっとルベルトさんとまた旅に出ると思いますよ。私わかるんです。そっか、信じさせてもらおう。錬金術師ライザリン・シュタウト君。ライザ、準備できたよ。行こう。うん、それじゃ失礼します。Right. Up is the port, I guess. Oh, and also Bill.
go to the port. なあ、あの地震からこっち、すっかり量も元通りさ。まさか、あれも錬金術の仕業とか言わないよな。まあ困ったことがあったら、今度からはライザに直接言ってくれ。リラ、行こう。あ、それじゃあな。またね、お姉ちゃん。もう魚も湖に戻ってきたのかな。ああ、生き物ってのは単純なもんだ。都合のいい環境になればいくらでもやってくる。どうやら後始末も全て終わりだな。じゃあ行こうか。Right. Then, here. Yoshi, 今日はここまで。この程度でへばるなよ。お前には俺の留守を預かる責任があるんだ。頑張ります。ずいぶんと熱心だね。荒事が向いてなくても最低限使える程度に鍛えないと父さんの護衛も務まらんからな。モリッツさんはあれから元気？ああ、ただ威張ってたわけじゃないことを自分の働きで示せと言ったら急に元気になった。あの人も働き者なのは間違いないからね。で、お別れパーティー来るでしょ？来ないなら俺が引きずっていくとレントに脅されたからな。うんうん、素直で結構。Alright, I think that's every place. どこに行こうかな。Find out in a moment. よーし。No. What did we miss? District Redden District and Port, Redden Manor. Interesting. I think we're Gatlier. Okay. Where's the plot telling me to go? Start with here. Kind of in the middle of town. Ah, okay.どこに行こうかな。よし。Let's not do that in the middle of the night. Do it in the middle of the day. 休まるね。おう、どこに行く？よし、行くぞ。
didn't back up you? Oh yeah. こいつが武者修行に行くとか言ってるね。ライザー、お前がそそのかしたのか。なんだよその言い方は。うんうん、私もレントから聞いて驚いちゃってさ。レントが自分で決めたんだよ。自分で？あのピーピー泣くだけだったガキがな。親父みたいにってのは気に食わねえけど、あちこち渡り歩くのも面白そうだからな。一発の口を叩きやがる。ま、お前の人生だ。お前の好きにするがいいさ。ああ、目一杯好きにさせてもらうぜ。気が向いたら、たまには顔くらい出してやるよ。さっさと行っちまえ。Okay. Wonder if there are more scenes now or if that's it. A lot is pointing me in this direction. Wondering if it's going to just point me over towards Gatlier again. I suspect it will be. Looks like it is. Let's run there. It's not that far. And it's been a while since we took the boat instead of fast traveling. Over for me for a while. All this rowing is wearing me out. By someone, do you mean me? Well, I guess maybe not. He passed out before we got halfway there. Guess I should be insulted, but you're probably right. And I'd feel super bad asking Claudia to do it. Sorry. Don't think I'm strong enough. But that just leaves... me? You could do it, Ryza. I couldn't. But is that really what you want? Get messy. Messy? Strong young man making a weak girl do manual labor while he naps? Imagine the gossip. You know how fast stuff like that spreads? The entire village would hear about it before the end of the day. Only if you go around spreading it. Besides, you're making it sound way worse than it is. Hell, I'm not sure I'd put it past her. Yeah, you're probably right. Between that and rowing, I guess I'll just keep rowing. What a heck of a thing to say. I guess I did kind of miss out on not doing those. I guess there's... several of those interactions. Oh, hey! Plants are done. One more harvest.
感じでいいか。 Right. Didn't really use the puni that much later on, did I?I never used this guy. じゃーん！特別ゲストのボース君。我がライザのアトリエのご感想は？お前にしては上出来だな。あらら、とく口の悪さは全然治らないんだから。まあとにかくお披露目も終わったところで、旅立つみんなの明るい未来を祈るお別れパーティーを開催したいと思います。そういえば俺たちのことばかり話しちまって聞きそびれてたんだけどよ。何？ライザ、お前はこの後どうするんだ？島には残るつもりなんだよな。ああ、それなら目標はもう立ててるよ。この島に居残る錬金術師としてね。おお、聞かせてくれ。まずは数百年後の動力切れを見据えてそれを解決する。次に淡水化装置の新開発とか普及とか、それも解決する。それで浮いたままの不安定な島の地形もなんか解決する。どう？解決。具体的な方法は何も考えてないんだろうな。まあね、それを見つけるのもこれからの目標。もし全部が早めに片付いたら島を出るかも。逆に片付かなかったらずっと島にいるだろうね。まず島のなんてことない日々を守ってからでないと。でもライザならなんとかしそうな気はする。しそうというよりやりかねないだな。こらそこ、余計なちゃちゃを入れない。大丈夫、ライザならきっとすぐに全部片付けて島を飛び出ることになるよ。私分かってるんだ。それで一緒に旅をしよう。お父さんも歓迎してくれるだろうし、なんなら二人旅でも。そっかそれもいいね。でレントを捕まえてアンペルさんとリラさんも見つけて、オートでタオとボースをさらってもう一回今みたいにこうやって騒ごう。捕まえるってどうやってだよ。なんとかしちまうんだろうな、ライザなら。僕今からその光景が浮かんじゃったよ。これこそやりかねないってやつだ。その時に暇なら付き合ってやってもいいぞ。暇じゃなければ来た全員に手伝ってもらうがな。もしずっとお互いがすれ違っちゃったら、ここに立ち寄ってみてもいいかな。いつでもどうぞ。ここはライザのアトリエ、私たちみんなの秘密の隠れ家なんだから。
空剣島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこで結構すごいと自認する私は暮らしている。なんてことない日々を守ろうと奮闘しながら。私はライザリン・シュタウト、通称はライザ。なんてことない農家の娘で錬金術師。そんな私は今日も京都でアトリエでの出会いで得たものと錬金術で学んだことを胸に抱く。この退屈でなんてことない光景に秘められた、どこにでもある痛快で素晴らしい一日をまた始める。青くて深い夏の空を遥かに遠く仰ぎ見ながら、
Okay. We'll create a clear save. This will be at a 10. All right, well, we'll look at the extras and stuff later. Well, we'll maybe take a quick glance. ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。We'll just see what's here, quick. Got event stills. Like I got all the event stills.この遺言を読む誰かに我が未練を託したい。我らのせめてもの抗いが成就したかどうか。Oh, it's just the その、okay. Model viewer of everyone.Wait, do I have everyone here?Oh, Pamela. Aww. Various music tracks. Any with question marks in there, so...So that's that. We may look at some of the continue stuff since there's additional events. We'll need to look at the journal entries stuff. But for right now, this is it. I hope you have enjoyed. If you have, of course, leave a like, comment, subscribe, and all that. Still not 100% settled on what I'll do next. It might wait until after Ishikan as well.Since I'm going to need to get ready for that and then deal with those videos. And I don't want to be doing that right after just starting a new series. So, next series might not be until after Ushikan, which is the 2nd end in February, I believe. Maybe like 7th, 8th, 9th, something like that. Whatever that weekend is. But, I hope you have enjoyed.And I will see you then, whether it's for additional content here or Ishikan videos, next series. Subscribe to see it. And, alright, I guess that's it for now.